NGT48 が昨日1月13日に東京東京ドームシティホールにて単独公演 NGT48 単独コンサート未来はどこまで青空なのかを行った東京ドームシティホールを舞台に昨日の昼公演 AKB48 チーム初選抜コンサート 僕たちは熱狂するから1月21日の第3回 AKB48 グループドラフト会議まで全15公演に及ぶイベントを9日間連続で開催している AKB48 グループ。今回の公演は昨年1月に同会場で行われた NGT481 周年記念コンサートイン TDCMAX と決めかせちゃっていいですか 以来の NGT48 の単独コンサートとして開催され、メンバーは全26曲を届けて、会場やライブビューイングが実施された全国の映画館に集まったファンを楽しませた。ライブは、小木の床がセンターを務めるセカンドシングルの表題曲、世界はどこまで青空なのかでスタート。続く、言い訳メイビーでは会場に、銀テープが華やかに舞い、 三曲目の君のことが好きだからではメンバーがトロッコに乗って場内を移動しながらパフォーマンスを繰り広げた。1月8、9日の新潟 NGT48 劇場のオープン2周年記念イベントにて1時間で押された最縦型ペイントと100個のおにぎりを作る最速時間のギネス世界記録を達成したことに触れた MC 後には研究生が 下の名で呼べたのは、チーム2位が、ファーストシングル曲、青春時計を披露。青春時計でセンターを務める中井陸家をはじめとする、メンバーは、同曲の思い出話を、懐かしげに語り合った。さらに中井らが、明日1月15日に行われる、彼女のソロコンサート、中井陸家キャンペーン中の話題で盛り上がった後は、小木野、菅原里子、長谷川玲奈、 村雲佐久、草壁愛奈、政治霊祭の6人が、ラブトリップをパフォーマンス。曲中には草壁がアクロバットを披露し、客席からは、歓声が沸き起こった。続けて、北原里秀、西方マリーナ、本間日曜が、かっこ悪いアイラブユー、トロッコで登場した、柏木ゆ紀、き、佐藤アンジュ、杉ゆりや、宮島綾がメイド風衣装で、ペラペラオペラ。 加藤美奈と山田の絵が二人で、ゲスな夢、オグマ・オサ大野綾香、長谷川玲奈、中村あゆみか、西村奈々子が、ロックナンバー、京の中のジャングダルクを歌唱。菅原、中井、山口真帆、奈良美春香は、ハート型ウイルスを歌い、あなたのことが好きよというセリフを、新潟弁、青森弁、富山弁で届けて、ファンを魅了した。 ライブ中盤には教師に奮した柏木と北原がメンバー9人に実施された学力テストの結果を発表。日本漢字能力検定協会が選んだ2016年の漢字は何だったでしょうという問題に佐藤が漢字と回答していたことなどが明らかにされ、会場は大きな笑いで包まれた。100点を獲得した本間が1位、33点の 菅原が再位となったことが発表された後、テストを受験した9人は、大人になる前に、お披露。そして、小木野の、今日はとっても幸せです。ありがとうございますという言葉から、夕日を見ているかを届けた、NGT48 は、ダンスメドレーを挟んで、白いシャツを身にまとい、僕の涙は流れない、佐渡へ渡るをパフォーマンスした。柏木は、佐藤。 聖事と共に、自身のソロナンバー、夜風の仕業をしっとりと歌い上げ、新しい夜風の仕業を皆さんに披露できたかなと思いますとコメント。聖事は、あのユキリンさんと一緒に歌えたんですよ。一生の宝ですと感激した様子を見せた。その後彼女たちは、メンバー全員で、未来とはな市などを立て続けに披露してから、赤い髪吹雪が舞う中、 リバーでライブ本編を終えた。アンコールに応えて、再びステージに現れた NGT48 は、何かがいるを経て、緑と森の運動公演をパフォーマンス。プレゼントの入ったカプセルを客席に勢いよく放り投げて、ファンを喜ばせた。観客への挨拶では、オギノが、皆さんが、同じ場所に連れてきてくれたことが、本当に幸せですと。 昨年に引き続き東京ドームシティホールで単独公演を開催できた喜びをあらわに、北原は去年と同じステージだけど全然違うなと思いましたとグループの成長を実感したことを感慨深そうに語った。また新潟、時メッセ、新潟コンベンションセンターにて4月13日に NGT48 の単独コンサート、翌14日に、 北原の卒業コンサートが開催されることが発表されると彼女は涙を流しながらファンへの感謝の気持ちをとろ。最後にメンバーはグループ初のオリジナル曲マックストキ315号をラストナンバーとして披露し NGT48 単独コンサート未来はどこまで青空なのかを締めくくった。